シュッとしてるのは寒いから関係ないでしょ。関係ないでしょ。でも髪の毛下ろしてる時より上げてる方が褒められること多い。あとなんかすっきりしてる、まあ、毛量が多いので。でも今日ポニーテール見て思ったけど、バリ伸びてる髪の毛嬉しい。前美容室行った時に結構切っちゃったんですけど、それでも長くて嬉しいです。プレゼントもありがとうございます。そう、今日久しぶりにね、鉄のあの衣装、緑のオレンジ、緑の方だった。最近ずっとオレンジでお腹見せるの嫌だなと思ってたんですけど、今日回避しました。回避チャンネル。初めて今日はリボンの衣装だったの。頭嬉しすぎて、私リボンが良かったのずっと。だってもうどう考えても可愛いやん。でももう長年ネクタイだったんですけど、初めてリボンです。あ、今暖房つけたんだけど、バリバリ風来てる。バリ本領発揮してる。全然寒くないもん今。明日は2じゃないようです。またツイートするのでいいねしてください。だるまありがとうございます。そう、今日はユニット2曲です。今日もあのウィンブルドンとチョコです。ハートありがとうございます。今日初めてチョコの時曲紹介やったんですけど、あれ私じゃないよねと思いながらやってた。言えなくて、あれこの曲紹介私じゃないよなと思いながら、もういいかと思って。 I love you ありがとうございます。ね、今年あと10日で終わるの。やばいか。え、寒いとシュッとするの。そうなの。みは寒いと肩こります。ゆきありがとうございます。でもね、髪の毛結ぶとき目めっちゃつり目になるの。だからならないように結びますってメイクさんが言って、こうやって押さえてるんだよいつも。で、押さえが甘かった日はめっちゃ目つってます。めっちゃつってるときはたまにある。ハートありがとうございます。今日はね、2回目だったので、チョコのポジションいっぱい練習しました。怖かった。やっぱ慣れてる。全体曲も今日慣れてない方のポジションだったんですよ。2個しかできないんですけど、1個慣れてるポジションで1個慣れてないポジションで、今日は慣れてない方でした。まあ回数的にね、多分。あ、そう、新曲も発売されて、そう、配信してない間にね、いろんなことがあったんですけど、鉄なじゃない手形会とか、サイン会とか特典会始まりました。あのガチでサイン会と特典会でもらえるやつあるやん、グッズ。あ、衣装激カワだけど大丈夫。みんな、ちなみに衣装激カワだけど大丈夫。ちな、髪型も可愛い。ちな、ちな一番抽選会が好き。ちな、そう、めっちゃね強く結ぶんですよ髪の毛。特に私はなんかたくさん踊るって思われてて、2本結んだりします。今日も2本だったんですけど、激痛を2個やるのでめっちゃ頭痛いんですよ。ウィンブルドン良すぎて惚れただって。やった、まさかの可愛い系でファン獲得。やった、ハートありがとうございます。今日はユニットの組み合わせがとてもとてもレアでしたね。でもミオが手綱でできるニポジはほぼ新芽なんですよ。そう、だいたい右にいるか左にいるかみたいな。いつもね新芽です。あ、靴下、靴下ありがとうございます。靴下欲しいなと思ってたので嬉しいです。ありがとうございます。
漏れてるかは置いといて、前のやつも可愛かったけど今回のもめっちゃ好きです。衣装可愛すぎ。ハートありがとうございます。あ、そう、ランダム好きだからもともと抽選会めっちゃ好きなんだよね。一番好き順番を決めるのはどうかと思うけど一番好きです。ゆきありがとうございます。ハートもありがとうございますね。カレンダーも受付中だよ。ありがとう、特典会申し込んだよって。ハートありがとうございます。あ、もうちょっとで終わる。あ、メリークリスマスありがとうございます。もうちょっとでクリスマスだ。でもサインはみんな好きなんでしょう。サインが一番好きなんでしょう。手形ピンクらしい。バリ楽しみ。ありがとうね。今日も短いでしたけど、あさっては劇場公演です。エゴさんの卒業公演なので見てください。楽しみます。ありがとう。なんかあったらなんか DM かなんかしてください。ハートありがとうございます。